どうも皆さんこんにちは、生物観察の鬼です。これは私のペットのアリの巣ですね。種類はクロオアリです。日本全国割とどこにでもいるアリさんですね。先日私石垣島に行ってきまして、石垣島土産としてハブの血を吸ってパンパンになったこのマダニちゃんをあげたんですけれども、アリさんたちは巣の中に一旦運び入れたものの外に放り出してしまいました。このダニはあのアリの巣の中に引きずり込まれて唯一生還した生物になりました。ダニは多分皮が丈夫なのとちっちゃかったんでしょうね。こんなしょっぽいもんじゃなくてもっとでかいもんよこせやっちゅうことで気に入らなかったんでしょう。外に放り出されちゃったんで、今日はもっとでっかいスペシャルなお土産あげます。パリさんに与えるのはこれですね。巨大ムカデです。これは石垣島で取ってきたトビズムカデですね。オーバーサイズやもんこれ無理やってこんなの。トビズムカデは本州にもいるんですけれども、石垣島のトビズムカデはくっそでかいんですよ。これ長さ20センチぐらいあります。こんなでかいの初めて見ました。それじゃあ早速与えるんですけども、怖い。ほっ、よっしゃ。あぶね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 、うわあぶねあぶね、切れてる切れてる切れてる、あぶね、あーあー、逃げる逃げる逃げる、うわー怖えー、入ってくれ。なんとか引き剥がしたい。このままじゃ逆作用ピンセット登ってくる。入れ、よっしゃよっしゃ、オーケー、よし、うわ、あーどうだ、アリはこの巨大ムカデを制圧できるのか。おーおお、攻撃しとる攻撃しとる、取り付いてます取り付いてます。ちょっと餌場が狭えな、餌場もうちょっと広いのが欲しいな。ちょっとこれは獲物がでかすぎるか。おうおお、いっぱい取り付いとる取り付いとる、取り付いてます取り付いてます。今のところあんまりダメージ受けてなさそうですが、足に取り付いてますね。蟻酸を注入してます。蟻酸を注入されるとどん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 麻痺してくるはずなんですよね。どれぐらい持つかな。オムカデは大ゲージは割とすぐにダウンしちゃいましたけども、ムカデはちょっとしぶとそうやね。アリさんが何匹も取り付いて噛んだり蟻酸を注入したりしてますね。これ蓋開けたら登ってこんかな。あー登ってくる、危ない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 、あか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 、今蓋開けたらやばい。おー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 、暴れとる暴れとる、もがいとる。あー残酷でちゅねー、アリって怖いね。陸上のギャングですね。お、触覚の先っぽを噛んでます。一生懸命足に食らいついてます。どんだけ振り回されてもしっかりしがみついてますね。とにかく足に噛みついて動きを封じるのがセオリーみたいです。足を噛んで相手の動きを制限しつつ蟻酸を注入してどん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 抵抗力奪っていこうという戦術ですね。わあすごい、なんかムカデ独特の匂いがする。ムカデってねちょっと臭いんですよね。ムカデ臭がします。入れた当初に比べたらなんかちょっと動きが鈍くなりましたね。下半身の方が先に攻撃されてましたので、下半身の方にもしかしたら蟻酸がちょっと回ってきたのかもしれませんね。あでもかかるアリの数が増えてきましたね。もしかして応援読んだかな。なんか入り口付近にアリさんが来てますね。なんかでかい獲物おるらしいぞっつって、中に誰かチクリを入れに行ったんでしょうか。ほらなんか餌場のアリ増えとるって。餌場のアリが増えてます。ムカデに取り付くアリもなんか増えてる気がしますね。下半身の方の足がなんかこうクッとこう曲がって縮んできてますよね。麻痺してきとんじゃないのこれ。効いてきとんじゃない。効いてる効いてる。なんか壁面に汁みたいなのついたんやけど、これムカデの毒。ムカデの頭がねここシューッと触れた後になんか濡れてるんすよ。なんか汁ついたんすよね。ムカデの頭がこうなぞった後にね、これ毒じゃないの。ムカデって牙で敵の体内に毒を注入するんじゃなくて、牙で傷をつけてその傷口の表面に毒塗るんですよ。傷口に毒塗り込んでくるんですね。毒塗り込もうとしたんじゃないの、この壁に。うわー怖っ。ムカデは毒塗り込んでくる方式なんですね。それでねもう肌に毒が染みてきてすごいブオンボに腫れるんですよね。なんか下半身の方がだいぶ麻痺してきましたよ。蟻酸の効果ですかね。だいぶ麻痺してきてます。ほらムカデの動きがなんか鈍ってきてますよ。たくさんのアリに取り憑かれて蟻酸注入されて結構弱ってきましたね。だいぶ弱ってきましたね。もう素手でもっても噛まれあんのじゃないかな。ほらうわっ、なんか体の力が抜けてきてますね。足が縮こまって、ほらもう素手で持てますよ。だいぶ弱ってきました。ムカデも結構ダウンするの早いな。もうひっくり返ったよ、ひっくり返ったひっくり返った。全部の足が縮こまりましたね。だいぶ麻痺が進んできてます。もう抵抗力はないかな。あでも牙が動いとる。危ない危ない危ない。おお、まだ身をよじれるみたいですね。まだ身をよじる力は残っているようです。ほら身をよじってます。うわー、お絶命したかな。あーまだ動いとる。ムカデが弱って振り払われなくなったので、たくさんのアリが取り付いてますね。これからこのムカデはどんどん解体されていくでしょう。くっさ、なんかめっちゃ臭いんやけどこれ。
ムカデは体液漏れとんのかな。すごいムカデ臭がします。いろんなところをかじって穴を開けようとしてますね。頑張れ頑張れ。足の付け根にも噛みついてますけども、足がぶっとすぎてなかなかこれ噛みちぎるのに往生するでしょうね。特大サイズですからね、このムカデは。やばいよ、ごちそうですよ。この石垣土産は喜んでもらえたようですね。触覚をもぎ取ろうとしてますね。1匹が触覚の中ほどをつまんで 2,3 匹がかりで触覚を根元をガジガジしてますね。触覚をもぎ取るつもりです。全く動かなくなりましたので完全に絶命したようですね。ちょっと目を離したらムカデの触覚が片方なくなってます。巣の中にありました。もぎ取られて巣の中に運び込まれていったようです。あ、足もあるやん。ほら、足も1本もぎ取られて巣の中に運ばれたようです。これからどんどん解体されていくでしょう。足をもぎ取った傷口をかじってますね。足をもいだところからどん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 傷口を噛み広げていって中の肉をかじり出そうということでしょうか。巣の中にはまた新たなる足が運び込まれてます。ではタイムラプス撮影でこのムカデが解体されていく様子を観察しましょう。頼んだよ。どんどん足がもぎ取られて脇がボロボロになっていってますね。そしてなんか全体的に体が縮んでいってます。たった一晩で側面に穴開きまくって中身食い荒らされてます。やば。あ、アリがたかってくる。よけどけよけ。うわ、しかもくっさ、超ムカデくさ。巣から取り出しました。あ、結構まだ重みが残ってますね。中身をすっからかんってわけではなくて大切な半分ぐらいまでが削られてますね。主にこの辺が重点的にやられたようで、足が全部もぎ取られて、足をもぎ取った傷口のところからどん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 肉をちぎり取っていったんでしょう。この辺も側面やられてますね。上から見たら右側が結構重点的にやられてしまってます。卵じゃね、この中から覗いとんの卵ですね。この子は卵を産むはずだったんですね。それをアリさんに食べさせてしまったわけです。なんてひどいことをしてしまったんでしょう。アリさんたちも幼虫がお腹空かせてるんすよ。生きるってこういうこと。巣の中に足が落っこちてますね。あー、結構ここに残骸が運び込まれてますね。あとね、めちゃくちゃ臭いです、このムカデ。あとこの餌場もすごいムカデ臭い。去年の夏ムカデ料理して食べましたけども、私あの時ね、ムカデすっごい臭かったんですよ。あの時の匂いがしますね。ムカデを口に含んだ時に口の中に広がったムカデの匂いが今この餌場に充満してます。えげつない匂いですよ。引き続き解体されていく様子を観察しましょう。さらに脇がボロボロになってムカデの体が縮んでいってますね。体内から水分が抜けてそれで縮んでいってるんでしょう。昨日に比べて側面がだいぶ削られてなくなりましたね。でも足もあんま減ってませんね。ことは多分突破口を作るために足をもぎ取ったんですね。巣の中に残骸がありますね。足の残骸と、あとあの色、なんかムカデの体液っぽいですよね。ちっちゃいわちゃわちゃっとしたあれ、あれもムカデの残骸ですね。あ、硬くなってる。乾燥してガチガチになってる。硬った。硬い音がしますね。ガッチガチに固まってます。昨日よりも側面の穴が大きくなってます。少しずつ削り取られていってますね。何日か置いてみましょうか。外見に特に大きな変化はありませんが、なんかあっちの方にいっぱい食べかすが積み上げられてます。昨日ここに結構残骸溜まってたんですけども、その残骸がこっちに運び出されたようです。3日ほど置いてみたんですけど、こっからあんまり原型変わり映えしませんね。干からびて固まっちゃったせいでこれ以上削りにくい感じですね。ちょっと水につけてふやかしてあげよう。増えるわかめみたいに水につけといたらね、柔らかくなるかもしれません。水吸って、この状態で数時間漬け込みます。食べよう。食べるな食べるな毒入りだ。ムカデふやかしてたらなんか水が青くなってます。これムカデエキスが出とるな。あ、臭い。だいぶ柔らかくなった。これでアリさんまたかじってくれるんじゃない。いけ、うい。はい、アリさんたちしっかり食べるんだよ。たかっとるたかっとる。やっぱ水分足したったもんで喜んでたかっとるわ。水に戻して一晩置いたんですけども、あんまり変わり映えしませんね。ムカデを回収しました。側は結構残ってるんですけども、中はかなり食い荒らされてしまってます。わかりますか、光にかざすとなんかちょっと透けてますよね。肉がかじられてなくなってるんですよ。恐ろしいですね。餌場を掃除してムカデを戻しておきました。あとはゆっくり食べてね、アリさんたち。